どうも、ダホジャミーネットです。さあ、サブ村の方の実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっとね、前までここ熊村にしていたわけなんですけれども、ちょっと引っ越ししてる率が高いので、呼び戻そうかなと思います。いや、やっぱサブ村放置しすぎたらダメだな。まずメープルちゃん呼んでいきましょう。まあ、ちょっとね、せっかくなんで、新たな住民さんも受け入れていこうかなと思っております。ポンチョさんですね。さて、次呼ぶのが、ガンテツですね。どんだけ俺放置してたんだろう。結構放置してたっぽいね。こんだけ引っ越しさせないとダメってことは。いや、気抜くとダメだなぁ。さあ、というわけで、最後に呼び出すクマミンは、ちょっと待って、ミスった。連打してたら終わっちまったぜ。オッケー。最後に練乳を呼ぼうかなと思います。なんか可愛いね、練乳。パッツさんダメー。オッケー。さあ、というわけで、なんとか新生ミネット村やっていきたいなと思います。ちょっとずつ引っ越してくると思うので、もうしばらくお待ちいただければなと思うわけなんですけれども、まあ、スイッチ版動物森が発売されるにあたって、ちょっと動物森やろうかなと思って、まあ、飛び森を買う人も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うわけなんですが、一個注意点がありまして、メルカリなんですけどね。メルカリなんですけど、一時期流行ったんですよ。iPhone とかで流行って、iPhone を8万円で、まあ、メルカリで販売してて、ちょっといいなって思って買ったら、ケースだけが届いたみたいな。っていう、まあ、エピソードがね、あったんですけれども、まあ、それがね、飛び盛りでも、まあ、普通にね、飛び盛りでもあるんで、ちょっとそれ気をつけてもらえたらなと思っておりまして、ちょっと動画にしたんですよね。で、俺も、騙されたっていうわけではないんだけど、よくよく見ないと、失敗するなって思ったことがありまして、別に多分、売ってる人は別に悪気はないと思うんだけど、ケースのみの販売で、300円ってやつ？まあ、300円でケースだけで売るっていうのは全然いいんだけど、わかりづらいんよ。普通に飛び出す銅像に300円って書いてあって、マジ300円安っって思って俺一回買おうと思っちゃったんだよね。で、買おうと思っちゃったんだけど、実際よくよく見てみたら、まあ、ケースのみの販売って書いてあって、危なかったわ、あれ。じゃ、俺のところにケースだけ届く予定だったわ、あれ。いや、怖かった。けどね、実際、しっかり見ないと、ケースだけって気づかないのよ。のでね、皆さん、もしもね、これから飛び出す動物森、サブ村とか買おうかなと、思ってる方いらっしゃったらね、ちょっと気をつけていただければなと思います。よくよく見たら、ケースのみの可能性普通にあるんで、もしかしたら定価で売ってるところもあるかもしれないから、ただ2000円ぐらいでさ、買ってさ、実際届いたらケースのみだったとかめちゃくちゃショックじゃんか。だから説明欄とかちゃんと見て、いや、これケースのみですみたいな。ちゃんと見てから買った方がいいかなと思います。めっちゃやってくれたな。ありがてえ。そろそろね、埴輪率がやばいんだよ、ここ。雨降ったからかな。埴輪率がすごいですね。そろそろ、ここら辺も枯れそうだな。この前さ、買おうと思ったんだけど、ソールドアウトになった出来事があって、ビビったわ。1億ベル超えのね、データがあったんですよ、メルカリで。その1億ベル超えのメルカリのデータ買おうと思ったんだけど、買われてたのよね。で、値段が結構ビビってさ、1600円だったの。
1600円で貯金額1億ベル超えの紙データ売るかって思って、かなりビビりましたね、あれ。いや、買っとけばよかった。マジでミスった。いや、次の日に買おうと思ったんですよ。次の日に買おうと思ったんだけど、3月17日、アセロラちゃん誕生日か。それやらないとダメだな。いや、買われてたんだよ。いや、あれ、本当に失敗だったと思うわ。あれ、絶対紙データだった。で、1600円で確定で紙データ手に入るなら、マジで買っとけばよかったぜ。ミスった。これ穴別に消さなくても明日になったら消えてるんで別にいいんですよね。あ、化石。化石さ、1日4つ出るって本当なの？なんか俺1日4つ出てる日もあるんだけど、どっちかっていうと3つの方が多いんだけど。いや、見逃してるんだろうけどね。見逃してるんだけど、どうしてもね、この化石って3つしかなくねみたいな。1日3つしか出なくねっていう思いがありますね。なんか目玉商品とかねえか。あ、釣り大会近づいてきてんのか。タイムサービスか。そういえばね、ポケモリでも釣り大会が迫っておりますので、すごく楽しみですね、ポケモリ。え、こんな子いたっけ俺の村に。少し思い入れがあったんだです。すごい口癖だね、フランク。え、この子、俺の村住んでたんだ。全然知らなかった。俺がサボってる間に来て、どっか行ったんだろうね。まあ、というわけでですね。まあ、一番安全なのは Amazon で買うことかなと思うんですが、特にね、Amazon もメルカリも値段って変わらないので、これから飛び降りやろうかなと思ってる方は、Amazon で買ってみてはいかがでしょうかということでね。メルカリで買うときちょっと、まあ、個人個人の間の出来事なんで、ちょっとね、注意してもらえればなと思います。というわけで今回この辺でやっておきましょう。じゃあな。